で私が一回芸能界をちょっと辞めたいなみたいな話を忙しくなっちゃってね相談した時にもなんかすごい役者さんみたいな感じの役者モードなんか苦すと苦す苦す続けることってすごく大変だけど大切なことなんだよって言ったんですおーおーまあでも確かにねでもなんか役者っぽくないですかまあまあ、分かるかみたいな自分たちがそのね昔カイジャリスよっていう名前からクリームさんになったじゃないですかだからその俺たち頑張ってるぜ感をすごい切々とそのさ自慢結果自慢なんか自分に置き換えた感じででそれでこう頑張ろうもうちょっとやめずに頑張ろうみたいになったわけあやめましたいや聞いてねえじゃん心に刺さったとか言ってる俺の話を聞け